送りから。これから私たちと共に手合わせでもいかがですかな。慣れ合うつもりはない。それは残念です。ナマズオやヤゲンも君との手合わせを心待ちにしていたのですが。俺には関係ない。そうですか。ああ、そういえば鶴丸さんが君を探していましたな。何でも暇を持て余しているから遊び相手が欲しいとか。手合わせ、付き合うぞ。おや、良いのですか。私たちとは慣れ合わないのでは。聞くな。あいつが来る前にさっさと行くぞ。承知いたしました。では参りましょうか。鶴丸さんには感謝せねばなりませんな。お送りから。近頃はよくナマズオやヤゲンとの手合わせに付き合ってくださっているようですな。大方弟たちのわがままによるものでしょうが、面倒を見ていただきありがとうございます。ナマズオもヤゲンももう一振り兄ができたようだと喜んでいました。何が兄だ。刀としてはあいつらの方が先に撃たれているだろう。それもそうですな。まあ形はどうあれ、こうして切磋琢磨し合えるのは素晴らしいこと。これからもこうしてたまにで良いので私たちと共に手合わせしてもらえると嬉しいです。俺はこれ以上あんたたちとは。ええ、分かっています。なので偶然居合わせた際にでもよろしくお願い申し上げる。